今日は皆さんビデオとか、まあまあ今ネットフリックスとかもありますけどね、見ますか？今日はちょっと俺のおすすめを、ちょっとマイナーなところでおすすめをしたいと思います。ですね、超マイナーですよ。なんかイメージってあるじゃないですか。俺はアメリカの映画で好きなのって70年代80年代のなんかちょっともやかかったような、今みたいなこんな映像美じゃないですよ。なんか砂煙が舞ってるようなね、警察官の格好をして被害者警察官みたいなのがなんかゾンビにやられるみたいなね、そういうイメージなんですよね。なんか古き良き勝手な自分の中のあのアメリカって言ったらそんなイメージなんですけど、一つ目はニンジャリアンっていうね、これ邦題ですよ。ニンジャリアンっていう名前のホラー映画ですね。一応ホラーなのかな。でタイトルは吸血鬼エイリアンっていう、宇宙からの警報だったかな、宇宙からのなんかなんだかっていうサブタイトルついてるんですけど、79年の映画かな、なんですよ。これめちゃくちゃ面白いんで、なんで覚えてるかっていうとですね、これ3歳ぐらいの時にね、自分見たんですよね。それでですね、3歳じゃないか、5歳ぐらいの時家でやってたんですよ、日中で。あまりにも衝撃的で怖くてね、その時もうめちゃくちゃ覚えてるんですよ。で、それを30年ぐらい経ってからちょっと見たいと思って、あれなんていう映画だったか思い出せなくて、なんだったんやろあの映画ってなってたわけですよ。それでなってたんですけど、このね、今の時代スマホでね、ネットで調べて、吸血鬼とか円盤とかね、エイリアンとかホラーとかって入れたら出てきたんですよ。そのタイトルがなんと衝撃のね、ニンジャリアンで、これ30数年ぶり見たわけですよ。子供の時の記憶ってすごいですよね。もう合ってましょ、この場面があったみたいなのがね、あって、もうめちゃくちゃ面白いです。まあ内容は何かが問題ですよね。ネタバレしたら面白くないんであれですけど、とにかくね、ホラー映画なんですよ。宇宙っていうかね、なんかもう森みたいなね、山でね、若者がよくあるパターンですけどね、若いカップルのこう2、3人ぐらいのね、男女のペアでね、山でこうなんかバーベキュー始めるみたいなとったらね、そこでなんかこう何、恐怖っていうかピンチがね訪れるみたいな内容なんですけど、これはね本当にね、ジャック・バランスだったかな、もうアメリカのね、もう死んじゃったけど名優が出てますよ。ですごく面白いんでおすすめです。でよかったら見てもらいたいですね、これは。あとね、2本目、恐怖の火炙り、これも1978年かな、映画なんですけど、これもね、なんか謎な、こうもう50年近く40年以上前の映画なんですけど、謎なこの映像美で、これはあれです、なんかね、気持ち悪い男がね、子供の時にね、母親に虐待されてたんですけど、それがなんかね、ガスコンロ、コンロのところでなんかね、手を焼くんですよ。手を焼くっていうか、手をこう火炙りする、で、罰するみたいなね、そういう虐待されとって、で、自分が大人になって、なんかね、それを今度、こう若い女の人たちに向けていくみたいなね、牙を、内容なんですよね。で、結構面白いんですよ、これも。まあ、ホラー映画ですけど、その、ちょっとね、これも最近の映画とは全然違いますよ。でもなんかそういう昔のこう背景とかね、頭に入れながら見るとね、面白いですよね。なんでおすすめです。まあそのニンジャリアンとね、恐怖の火炙り、こ
この2本がね、今回のおすすめになりますんでね、もしそういう超 B 級マイナー映画、誰も知らない映画見てみたいって人ならね、見てみてください。これなんか俺はね、心に残ってるっていうかね、すごい好きな映画なんですよ。